ここですね。えい。はい。あ、ゆかりです。はい、今開けるけちょっと、待ってね。あ、みやさん、今日はよろしくお願いします。うん、準備はできとるけ、とりあえず入りんさい。それじゃあ、お邪魔しますね。今日は、お好み焼きについて教えてもらうために、みやさんのお家にお邪魔しています。ほいじゃあ、いきなりお好み焼きを教えるのも、あれじゃけい、まずはお好み焼きの原型でもある、一銭焼きと、簡単に作れるとんぺい焼きを、教えることにするけい。はい、よろしくお願いします。ほいじゃ早速作っていくよ。ほいじゃあまず材料を刻んでいくよ。まずは一銭焼きからやるけいね。一銭焼きは、一銭洋食とも洋食焼きとも呼ばれる鉄板焼きです。名前の通り、一銭で売られていたため、この名前がつきました。お、知っとったん？一応予習はしてきました。感心感心。それなら教えるのも楽でいいね。一銭焼きはレシピが店によってかなりいろいろあって、具材はネギ、千切りキャベツ、ひき肉、すじ肉、こんにゃく、かまぼこ、もやし、魚粉、豆類、天かすとかかなりいろんなもんがあるよ。そん中から好きなもん入れて、焼けばいいね。ちなみに今回は、魚粉、ネギ、卵、バラ肉を入れるよ。生地には長芋をすって入れるよ。山芋は高いけいね。そうそう、最近いいもの買ったんよ。何を買ったんですか？ふっふっふ、これよ。コンロで使えるホットプレート。へえ、いいですね。ただしこれ、本当は専用のカセットコンロで、使うもんなんよ。たまたま安定して使えたけいいけど、みんなは真似しちゃいけんよ。え、それは。ほいじゃ生地を焼いていくよ。基本は同じ、丸く伸ばす。長芋が入っているので、いつものようには伸びませんね。ちょっとやりにくい。でも綺麗にできとるじゃん。さすがじゃね。えへへ。生地を伸ばしたら魚粉を散らして、ネギを余計乗せる。真ん中に卵を割り入れて、豚バラ肉を広げながら乗せる。そしたらつなぎの生地を乗せて、しばらく焼く。下の生地がしっかり固まったらひっくり返すんよ。ゆかりちゃんやってみ。はい。ぴょん。ああ、ちょっと手前に来すぎました。ほうじゃね、火は真ん中に当たっとるけいなるべく真ん中に、来るようにできれば完璧よ。でも無理に動かすとぐちゃっとなるけい。生地が固まるまではこのままでいいけい。わかりました。じゃけど焼き色はいい感じじゃね。おいしそうよ。アップにしてみたり。もう動かせると思うけい。ちょこっと移動させてみんさい。そうですね。では。ちょこっと。そこから数分焼きました。ほいじゃちょっと裏返してみて、焼き加減を見てみようか。ぴょん。わあ、いい感じですね。豚肉にも、ちゃんと火が通っていそうです。ほいじゃ戻してソースを塗るよ。ヘラでソースを伸ばして。服が良い、鉄板焼きオーケストラを。たまりませんね。さらに青のりとかつお節をドン。お好みで胡椒や七味をパラパラと。ちょっと見切れてるけど犯罪的じゃね。それでは今回はせっかくなのでホットプレートをお皿代わりにして食べたいと思います。食べやすい大きさにヘラで切って完成です。ついでに断面書。はい、綺麗に切れました。これで一銭焼きは完成です。うん、美味しい。ほいじゃあ次はとんぺい焼きを作っていくよ。とんぺい焼きにもいろいろとレシピがあるのですが、卵と豚のバラ肉を使ったものが一般的なようです。今回は、その他にネギも入れますが、生地はさっき使ったやつと同じのを使うけい。
トンペイ焼きは丸く伸ばすんじゃなくて、楕円に伸ばすのが普通らしいよ。なるほど。伸ばし、伸ばし。うん、こんな感じじゃね。そしたら四分を散らして。卵を2つ乗せるよ。そしたらここからがちょっと変わっとって、卵の黄身を割って、生地の上から溢れた卵を、コンヘラで固め焼きして土手を、作るんよ。最終的にはこんな感じじゃね。そうしたらネギを乗せて、豚バラ肉をきれいに乗せていきます。そしたらつなぎの生地をかけて、しばらく焼いて、ひっくり返します。お、今度は結構いい感じにひっくり返せたね。えへへ。焼いてる間に盛り付けるお皿の準備をしましょう。千切りキャベツを持って。これは、刺身で言うところの妻みたいな感じですね。そろそろいいかな。ひっくり返しますね。ぴょん。いい感じじゃね。これでソース塗っていこうか。はい。ソースをかけて。塗り。ぬーり、ぬりさん。なんでそれ？私もよくわからないんです。強いて言うなら様式美。そうなん。それでまたオーケストラ開始。やはり、ソースの焼ける音というのは食欲を刺激しますね。それな。それで食べやすいようにこの時点で、切っとくよ。こんな感じ。青のりと鰹節をかければ完成ですね。ほうじゃね、あとは皿に盛ってマヨネーズかけたら出来上がりよ。はい、ということで一銭焼きとトンペイ焼きの完成です。一銭焼き、シンプルなお好み焼きといった感じですね。ちなみに一銭は当時の価格で数十円ぐらいだったようです。時代によって価値が変わるので、正確な価値は何とも言えませんね。トンペイ焼き。生地に長芋が入っているので、なんだかふわふわです。好みは分かれるかもしれませんね。というか、長芋も結構高かったです。世知辛いですね。どうじゃった？一銭焼きとトンペイ焼き。はい、美味しいし、手軽に作れるところがいいですね。うちのお店のメニューにも入れてもらえるようにマスターに言ってみます。ほうか、喜んでもらえて嬉しいわ。ただ、具材が似ていたのでちょっと違いが分かりづらかったかも。卵とネギの量と生地の形ぐらいですかね。あー、確かにな。一銭っていうぐらいじゃけ、もっとシンプルで安い食材を使った方が差別化が図れるかもしれん。次回の勉強会でリベンジじゃね。はい、楽しみにしてます。キャッキャ、ウフフ。はあ、はあ、来まし、来ました、来ましたわ。勉強会という名の二人きりの空間、料理を教えるミヤちゃんと教わるゆかりさん、自然と二人の距離は近づき、庭和風。何庭？庭は今忙しい庭、用があるなら後にして、庭っち。もう、今いいところなん庭よ、一体誰が何の用庭。11時45分14秒、のぞきの、現行犯です。ぐえー、捕まったんごー。